と申します今日はあの、えー、こういうタイトルなんですけどちょっと今パソコンの調子が悪くてちょっと待っておりますが「あの見えざるシステム伸びゆくて」というのがあのそもそも私が考えたタイトルでソフトウェア工学の方向というのはあのまあ このタイトルは何をあよかった、はい。ということであの私が作った資料の方あのサブタイトルの方をちょっと飛ばしてありますけどもあととっても変わったタイトルなんですが、えっとえっと、これでいろんなキーワードが入ってます「最初ちょっと伸びゆくて」っていうのをあのちょっと家で話をしたらなんかこれ年金なんですけどもあのこういうものをこう。 あのイメージするというふうに言われましてな何の話かわからないというふうに言われましたところがですねこのもうちょっと他のところを消すと見えざる手という言葉もありますねこれは実はアダム・スミスさんなんですけどもあのこういう言葉でなんかあの最近経済学の最初の話を作ったと。 でなぜこの絵を持ってきたかと言いますと少しあのそういうようなあの経済学の先生のから仕入れた話も含みます。でで,ですねであのところがあの私の、まあ、専門というかソフトウェア工学は、まあ、見えざるシステムなんですね。あのよく言われますけれどもハードウェアは、まあ、パソコンはよく目に見える手に取っていくことができる。でプログラムは ええ、形も形もありませんということで、まあ見えざるシステム、インビジブルシステムというのがあの良い言葉かなというふうに思ってます。それで何をお話ししたいかというと、実はそのソフトウェアによるイノベーションの時代が来てますよということからお話ししたいと思います。イノベイ、ノベーション英語ですけれども、元は動詞だそうですね。イノベイト。で、それはラテン語ではインとノバ、ノバ、ノバレに分か,分かれていて。 イインはイントははゥでノレメイクニューなんかだから内的な革新今あるものの中を変えていくということだそうです。それで,で,そ,れでそのソフトウェアのイノベーションといったときにちょっと今話題になっているかもしれませんけどもインダストリー4.0というのがあります。 これはあのまあここにちょっと日経から出ている本のタイトル表紙を持ってきたんですがここを見ると「第四次産業革命」とあるんですねでまあとてもその「第四次産業革命」というぐらいその大きな動きになろうとしている、まあ、それはえっと工場工場の現場工場製造,製造に対するイノベーションであるというふうに言ってますでも産業革命っていうとなんかこっちの方がえっとイメージがしやすいですね私たちには。 ということで、え彼らも実は第四次というからには今からずっと元に戻って何が一時だったかということも述べています。でこの辺をちょっともう一度でもえっとどうして第四次というのかなと僕はちょっと不思議に思ったんですね。でちょっとあの世界史風に物事を見てみました。これちょっとすごく長い歴史なんですけれども、今がこの辺ですけれども、えこれ B.C.7000 えっと約1万年前ですね。 大体その経済の人たちっていうのはこのぐらいの流れの中でその産業革命のことを論じているそうです。でこれを、えー、とちょこれはなんかあのごちゃごちゃしたビジーな絵ですのでもうちょっと見てみましょう。ここなんですね産業革命はここですね。えー、とこの時代、えー、1700年代半ばですか18世紀ぐらい、えー、この頃に、えー、とイギリスで産業革命が起こりましたっていうのが。 あの高校の時にじゃあででで,でも彼ら経済の先生方はこれを第二次って呼んでるんででるすね第一次ではない第一次は何かっていうともっと昔こここらしいですこれはどういう時代だかっていうと石器時代らしいんですねで狩猟生活から農耕生活に変わっていったというそういうような時代のことを第一次と言ってこの、えー、私たちが世界史で習った産業革命のことっていうのは第二次と言うそうです。 ではこれとこれ、革命的な出来事、何が革命的だったかっていう話ですけれども、えここは当然ですが、ま狩猟から農耕に移って、それでえっとまあ、生活が割と安定的にできるようになったわけです。と大きな変革ですね。じここはどういう変革だったかというと、実はそれまでは日常の生活、狩猟生活、農耕生活 そういう中で得た生活の経験。それに基づいて、さまざまなものが、えっと、イノベートされてきた。で、それが、こ、こ,この、この時代は。それ、その元になる、えっと、規則、経験則。が、これ法則というか。それが、まドライビングフォースが。自然法則になったっていうことが、大きなものだそうです。えと、そうすると、この辺、ちょっと、じゃ、自然法則って言われたきに、その周りを見て、見なく、わけなんですが。え、ここからちょっと百年ぐらい戻ると、ニュートンの時代です。ニュートンは。 なんかあのこれも物理であのこれ高校で学ぶわけですけれども力学の発祥の,の人ですねでも彼の時代は実はまだ自然哲学と呼ばれていて今の意味での科学ではなかったわけですねでもまあそういう時代でそ,ういうでそういうような時代の中で、えっと、いろんな自然法則を使って新たな、えっと、その経済の革命を起こしたっていうのが産業革命。 でも実はそういうようなそのえっと自然法則とか技術の発展だけではないというか実はそれを呼び起こす裏に何らかの仕組みがあったというのが経済の先生から学んだことです。あよくありますけれどもえっと囲い込みといい込ととうののがこの頃にあったとよく言いますねそれは何かというといろんなものが分業が進んで所有権という概念が明確になってきた。 それで,で,でこの時に実はイギリスはいろんな発明家をこう国の中に呼び寄せたんですね呼び寄せる仕組みは何だかっていうと専有権だそうです今の言葉では知,知財権ですかねそれを整備することによっていろんな発明家がやってきてで自分の発明したものが権利が守られるわけですからよりそういう活動が進んだということです。 その後ここで少し遅れてヨーロッパの方に産業革命が進むわけですけれども実はそこには50年から100年の時間のずれがあるんですねそれもちょっと経済の本を見ますと理由が書いてあるんですけれどもそれはイギリスがそこのイギリスで発明されたものの輸出を禁じたらそうですねだからそのヨーロッパには少し時間差があって初めて進んでいったということです。 でも時間差があったからこそ,その、えっとえっと、産業革命がドイツに行った時には今度はもう少し、えっと、複雑な科学サ,サイエンスの成果を生かせるようになってきたということです。それが大きく花が開いたのがアメリカでのいわゆる大発明家時代ですね。それでず、えっとこう物事が進んでいったということ。 ところが今度ここでこの辺はちょっとアメリカを中心に見ることになると思うんですけどもアメリカではどういう動きをしたかというとそのうち大発明家が考えたエジソン彼らがあるいは自動車だとフォード彼らが作った大きな会社ができたわけですね。特にそ,れでそういう会社では基礎技術から応用製品ビジネスに至るところまで全て自社の中でやるという。 それのベースになるところが中央研究所というそういう組織を作ってイノベーションの仕組みを自社のイノベーションを作り出すメカニズムを自分の会社の中で作っていったわけですねそういう時代でしたその後はアメリカは独禁法を強化してで大きな会社に対して少し風当たりが強くなった時代がありましたね。 であの僕も少しこう情報関係の世界にいますので一番こういう話でピンとくるのは、ATT、なんですねあの非常に大きな電話会社がありましたそこには、えっと、中央研究所にはベルケンというのがあってここは本当に、えっと、ATT のビジネスは電話なんですけれどもやってベルケンでやってたことっていうのはデバイス化でやってたわけですねしかもソフトウェアもやったりいろんなことをしてましたそれが、まあ、バラバラになったわけですね それで、えっと、緩和自由競争の時代になってそれでその結果いろいろな、えっと、小さな会社新しい種類のいわゆる ICT のベンチャーというものが生まれてまた別の市場に開いていったわけですね。なのでこれは何,ででこれは何を言ってるかっていうと実はそのこういういろんな産業の技術,技術革新の陰にはちゃんとその、えっと、仕組みそれをドライブしていった仕組み社会の仕組みといいますか。 経済あるいは法律そういうものがあってきているということになります、まあ、その辺をちょっと念頭においてそれで,でそのインダストリー4.0の話になるんですけれどもでここのところも実はなんかそういうような裏の仕組みがどこまであるんだろうかっていうことが気になりますねでまだこれはビジネス立ち上がってるわけではありませんでも技術の流れとしてはインダストリー4.0が突然出てきたわけではありませんその前には実は CPS というキーワードがあります ここのところに下の方にいくつかこういうような実は関連するものがあって何かが出てきているそれをちょっと細かく見たいと思います。でここなんですけども実は CPS っていうのはサイバーフィジカルシステムという言葉の略語なんですがこれは非常に面白くてここはアメリカの動向です。これ年なんですが 2006年にアメリカの NSF という研究開発の資金をこう出す側ファンディングエージェンシーの方が新しい技術のキーワードとしてサイバーフィジカルシステムっていうのを作ったんですねこれ造語です作った人の名前まで分かってますヘレン・ヘレンジル博士でその人はその時 NSF のそのファンディングエージェンション側の企画のようなことをやった方だと思います そういうことを、言葉を作りました。言葉ありきなんですね。それが何者かっていうことは、この時点では。クエッションでした。それで、それで、なぜこの時期に作ったか、二千六年に作ったかというと。実は、その二年後の二千八年。結局、オバマ大統領になったわけですけれども。まあ、この時点ではわからないわけですが。二年後に確実に大統領が変わるっていうことは分かってたわけですね。なので、その人が就任したら。えー、こういう新しいキーワードのもとに、技術革新。 あるいはそのための研究開発をやろうというそういうことを投資しよう用として作ったのがこの言葉です。ではなぜこのようなことようなことをやったかというと、次にこうヨーロッパの方を見たくなるわけなんですが、実はヨーロッパの動きと絡んでいます。ヨーロッパこれ2000年ぐらいだと思うんですけれども、EU ですね。EU は自分たちのそのえっと将来のビジョンを作る技術開発を研究開発をしなければいけないということでリスボン戦略というのは立てました。 これを立ててそれのも、えっとに膨大な研究開発の資金を作ってそれを特定の分野に振り分けていくっていうことをやったわけですね。それがこの EU の FP5 という、まあ、ここで5から始まってるのは変だかもしれませんけれども FP5 フレームワークプログラム5というのがその最初に大きく動いたものです。でここで6 5 6 7 というふうに来て、今ホライズン2020というのにこうつながってるんですが、ここから見ると約もうすでに十数年の歴史があります。その中で彼らは ESD インペディッドシステムデザイン、日本語に直しますと組込み込むシステムなんですが、それに対する研究開発投資を膨大にやりました。それでこれが出てきたんですね。こういうような破壊系があって、こちらアメリカではこういうのがあったっていうのがう一つあのその これはいずれもこれは国の組織ですしこちらも EU ですので国ではありませんが超国家的な組織ですねその両方からこういう流れが出てきたということです。でこの流れが少しドイツの方に移ったというのが次の例ですね。それがドイツではアカテックというものがあってそこがアジェンダ CPS というものを打ち出してそ,れその応用としてインダストリー4.0につながっているということです。 CPS は何だかっていうと実はこれは当時 NSF にいた今彼女はカーネギー・メロン大学のソフトウェア系の先生な教授なんですけれども CPS のキーポイントとしてこんなふうなことを書いてます。基本的な研究をやりますとそれはさまざまなアプリケーションドメインビジネスセクターで役に立つようなもんですそのです。それが CPS だよというふうに言いました。は3つの課題があります と言ってますハイブリッド不確実さコネクティビティィビハイブリッドって分かりにくいかもしれませんが例えばニュートン力学の運動方程式ってあれ結局何かこう連続的な動き連続系ですね連続系の話それからコンピューターはよくデジタル化って言いますデジタルつまり ね連続ではない離散的ですね。その両方の性質を合わせ持ったようなシステムあるいはソフトウェアの基礎技術がないことには、その後の技術開発があるいはイノベーションができないということを言ってた言ったわけですね。なそれを始めました。ドイツの方は fp 六 fp 七の成果の上に将来のビジョン、これはえっと製造現場でのビジョンですけれども、それをつなぐものとしてサイバーフィジカルシステムというイメージを作ったわけです。 こういうような形でえっと裏にはえっといろんな動きがありましたそれでここをちょっと見ていますとえっと一二があると三があるんじゃないかと思うわけですねで今今そろそろ三になってるっていうのがあの経済の先生小川先生の伸びゆく手という面白い言葉ですそれについてお話しします伸びゆく手これが小川先生のご問なんですけれどもここでは結局そのソフトウェアがイノベーションを支える それによってえっとグローバルにえっと物事が動いていきますと、そうするとえっとそそそそそこでどうやってビジネスとして勝っていくんですかっていうときにオープンクローズ戦略が重要だよというふうにおっしゃってます。つまりグローバルに分業するときには自分がやることと他の人に任せるところ、そこの区別をしなければいけません。 しかも標準化ようなものを完全に自由にするわけではなくて適切なルールを設計しておいてそれにのっとってマーケットをコントロールするそれがある部分をオープンにしある部分はクローズにするというのが小川先生の着眼点です。でははどううややってやるかというとそれは知財権 であったり、実はもう一つは標準化の話ですね。標準化っていうのは、単に公開して皆さん使ってくださいよっていうものではなくて。標準化のものも、メンテ、メンテというか、改版していく必要があります。その誰が改版するんですか。私しか改版できません。そういうような形で優先権を取るということですね。ですので、その昔の産業革命が知財権。 まあ、ソフトではないわけですがであったのに対して今回はこういう標準化をどのようにコントロールしてくったそういうアイディアも入ってそういうものも入って一つの新しい価値を作り出しているそういうのが、えっと、小川先生のお話でした。で、えっと、インダストリー4.0っていうのはこういう第三次経済革命というかオープン・クローズの典型的な例に選ぶんじゃないかということを考えてらっしゃいます。 それでこの講演でちょっとお伝えしたいことっていうのはソフトウェアのイノベーション昔は自然法則をどうやって生かすかということだったんですがソフトウェアっていうのは発想から来ますねなのでそれはだからちょっと違うんですね。でそれをまあ小川先生の言葉を書いていしまた。そうするとここでは論理体系っていってもいろいろあるんですね。ソフトウェアシステム、ムこれれれはまあプログラム開発というイメージですけれども、そ,れその プログラムは人間が作りますからここにも自然法則でない何かがありますそれからそれが市場で役に立つそれはビジネス成功システムの中での役割と言いますけれどもこれもシステムという言葉がついていますなのででもこちら側のシステムとこちら側のシステム意味が違いますねこちらは何かエンジニアが作ったものだしこちらはどうしかっていうとその文化系の方というか、まあ、社会科学系の方が中心になって考える規則であったり規制だったりしますね。 ま両方ともシステムという言葉で語れますですので今考えるべきことっていうのはいろんな青色のシステムが集まった全体緑色これを考えることだよということですで私はまあどちらかと,いうとこちら側の人間ですので今日はこちら側のシステムについてこういうものをした時に作った時に本当に安全だろうかシステムのリスクの低減のような 話として今ソフトウェア工学の分野でどのような形で来たかということをちょっと考えてみたいというふうに思っています。で、こういう話をするとそんなのはえっとソフトウェアの専門家に任せておけばいいんじゃないかという話もあうと思うんですが、ジョンロビンソンっていうこれも経済学の人がこんなことを言ってます。えー、何々を学ぶ目的は何々つって出来合いの答えいること。 何々騙されないための方法を学ぶことだ。つまり適切なこうリテラシーっていうか、えっとわからないまななりにも適切な理解をしとかないといけないということをおっしゃってますね。でもこれはそんな簡単ではないです。特に今のようにえっと文化系的な発想と理科系的な発想が両方混ざるようなところ、2つの文化が軽めよのところっていうのはそんな簡単ではありませんね。僕も経済の話とかさっぱりわからないわけですね。 その話についてはやはり CP ・スノーというこの人もイギリスの人ですけれども1940年代にこういう本を書いていてこんなことをおっしゃってますね当時はあのやはりその工場生産工業っていうのが一つのえ分からないものの対象だったわけで、えー、これは教育ある人々のうちどれだけが生産的な効果工業について知ってるであろうかこれをちょっともう考えるとソフトウェアに ここの部分をソフトウェアに置き換えると、なんか今すごく当てはまる気がします。で、ちょっとかなりえっとペースがあるなって、すみません、ゆっくりしすぎたみたいで、えっとあとまあこんだけお話をしたいんですけれども、時間の関係で少しハショルかもしれません。で、えっとソフトウェア攻撃もそもそもですけれども、これは実これもまもう分かっているんですね、いつから始まったか。1968年に始まってます。で、どういうことだったかというと。 プログラミングをだけではどうも大きなプロシステムソフトウェアシステムが作れないということが。えっと、はあの問題の発症です。で、そのために工学的アプローチを導入したいと。で、工学的アプローチは、えっと、実は、えっと、他の分野の工学。機械工学とか電気、でん電子工学とか。そういうところでうまくいっている工学アプローチを。そプログラム作りに導入したいっていうのが、そもそものきっかけでした。 それでところがこれがまあ普通のエンジニアリングなんですけども自然法則え自然法則を無視して機械とか電気回路を組めませんでもソフトウェアはそうではなくてこうなんか発想から始まるということですねジ,ョンジェフ・オファットというこの人もソフトウェアの研究者なんですが、まあ、こういう絵を描いて他のエンジニアリングとは違うということを説明しようとしてます。そうするとソフトウェア工学 プロググラム作りにエンンジニアリング手法を導入する、まあ、それはいいんだけれどもももともと性質がが違うううんじゃないかっていかうふうに気すするわけですねでそこがその性質の違いっていうものがソフトウェアの面白さであるかもしれないし実はうまくいかないさまざまな原因になっているような気もします。でソフトウェア工学という分野はどういう分野かっていうとの、えー、これはメアリー・ショーという人この人も CMU の先生ですが、えー、こんなことを言ってますね。 ま、コンピューターサイエンスの一部だよ。と。それからもう一つはえっとフィえ、物理法則に支配はされません。何に支配されるか複雑さに支配されるって言ってます。しかもソフトウェアは人工物です。それから、しかも一回作ったら終わりではなくて、えはえ何年にもわたって長期にメンテナンスする必要があります。 進化発展する人工物ですねそういうものをどうやって私たちは扱えるんですかというそういうようなことを考えていらっしゃいます。で簡単に、えっと、これはまあ,あの教科書的な例でこのままプログラム開発が進むわけではないんですがこのバックスラッシュとこちら側のスラッシュこの2つに分かれているということが一つのポイントです。 最初になんか何を作りますかっていうところから始まってだんだん細かくなっていって具体化していってプログラムを作るわけですね。でプログラムを作った後、初めてテスト,がテストをするというのがこれソフトウェアの特徴です。でこれをでもこういうのが自己検査というふうに言いますね。 でここだけちょっと見てみるとそうするとじゃあ、えっと、自己検査をする検査をするっていうことはどこかに正しさの基準がな,いなくてはいけませんじゃ正しさの基準はどこから来るんでしょうっていうのがこの絵のもう一つ読み方です。コンンポーネント設計というものがあってそこで決められた通りにプログラムを作ったとします。とそ,そのプログラムがその通りできてるかっていうのはここに書かれていることを基準にして検査するわけですね。 どうですでもこれは、えっと、まあそうだねって言われればそうなんですけれどもここが間違ってたらどうするんですかねってことですよね。<laughs> そうすると間違ったものを作って間違った検査を間違った観点で検査してうまくいきましたってなるわけですね。だからまあそういうような、えっと、問題を抱えているわけです。それからどのくらい複雑かということをちょっといろんな数字を当てはめてみたんですが。 例えばあの今よく使われているアンドロイドのスマホこれ約万2,000万行のソースコードがあるそうです。でジャンボジェット機これと比較するのはあれかもしれません。部品が何か例えばこれちょっとこれよく分かんないんですけどもネジ一本一本かもしれないんですがそれが約600万点だそうです。まあだちょっとだから1行と1つまあまあ大体はふ雰囲気だけですね。もう1つはあのフルーストの 長編小説があるんですけども、これが約1000万字だそうですね。まあだいたいそのぐらいのえっ、ー、と規模感ですね。日常を使っている小さなスマートフォンのプログラムがこのぐらいということです。じゃあこのぐらいのもの、それからじゃあそれがどのぐらいどのぐらいの開発期間で作られるのかっていうちょっとニュアンスですけれども、例えば大手感情銀行の感情系システムは1万万行、1億行だそうです。 でプログラマーのソフトウェア開発の生産性指標が大体ひ月に1人当たり500600行だそうですねそうすると1億行開発しようと思うと1000人が10年という規模感ですねものすごい規模ですねでこんなふうにそういうような規模感を持った複雑さですこ規模の複雑さですでも実は規模の複雑さだけはないんですね最初ここでさっきの V 字ですけれども最初に何を作るかっていうふうにお話をしました それ,がそれが分かったらトントントンと作っていってトントントンと検査していくとその時にいかに生産性を高くしそれから作ったもの,の信頼性を上げるかこれがソフトウェア工学だわけですね。でもじゃあ何を作るかっていうところはじゃあ何なのっていうと実はソフトウェア科学の外側ですね。 それがまた複雑なわけですね。で、どうしてかどうしてかっていうと、ソフトウェアのシステムっていうのは必ず外となんか相互作用を持つから有用なんですね。例えばなんかデータを入力して計算はしてるようなんだけど、えっと2日経って何も答えが出ない。でもなんか終わったみたいだっていうのでは意味がないわけですね。必ず外側と因果関係があるわけですね。外側との因果関係っていうのは実はそれをどういうふうに使いたいかとか。 あですから、えーとど,えー、どういう機能が欲しいかということと絡みますでもそれは実は外ソフトウェアの外側ですねここを決めなければいけないでもこれは、えー、とだんだんプソフトウェアのソフトウェアシステムがいろんなところで使われるに広く使われるようになってくると対使われる部分がひあの複雑になるのであ多様になるので複雑化していきますと。 CPS が狙ってるようないろんなビジネスセクターで将来にわたって使おうと思うとここのところっていうのがわからないままに技術開発しなきゃいけないっていうことですねなのでどんな複雑さが将来来るかもわからないそういうようなものを扱わなきゃいけないっていうのがソフトウェアの基本本質的な難しさの一つになりますそれで,でこういうそんな複雑なものっていうのは大体危ないんですね。 それで,それで,まあで昔はこれをまあコンピューターリスクというふうな言い方をしてましたこれはアメリカの学会です ACM1982 年にこういうようなことを言ってます、えっと、まあ大規模化してきたのでそれが社会に大きなリスクをもたらす可能性があるそれから誤りがないというのは全く神話であるとで,でリスクがゼロにはできないだからリスクを許容レベルにとどめることがをしなければいけないそういう研究をやろうというのが 約三十年前に acm が言ったことですでそのためにはまずリスクがどういうものがあるかということを考えましょうということでいろんな事故例を集めてきましたそれをやったのがニューマンという方ですねで彼がその二十数年後にこれを振り返ってこういうことを言ってますねまあこの研究を進めるまあ大手は、まあ、そういうことはうまくいってるわけなんですけどもいろいろな方法がこう 考案されたんだけれどもそれ以上に速いペースで新しい技術がき来てしまうとだからリスクを低減する軽減する技術は必ず一歩で遅れてしまうということですねもちろん新しいものにこう飛びつくって楽しいんですけれどもそれは新しいものを使うということは実はリスクを背負ってるってことと同じだっていうことを、まあ、こういうコンピューターリスクを30年間やってる人が言っております。それで でその複雑さにもこういろいろあるということでちょっとこれはもう端折りますけども、それでですねででそういうリスクリスクが低いっていう低減できるということをあ別の言葉ではディペンダビルディペンダビリティとかディペンダブルという言い方をしますこれ実は二つの言葉が隠されています一つは信頼性ですね二つは安全性これ実は違った概念なんですね信頼性っていうのは何かというと期待されている振る舞いを救うこと つまり何かリクエアメントが決まった時有が決まった時に信頼性高くものづくりをしますとそういうような話になります。でもこちらは違います何らかの事情でその機能があの果たせなくなった時それでも安全に動,く動きます動かなければいけないと。じゃその時の安全っていうのは何かっていうとソフトウェアシステムは外界との因果関係を持ちますから外界におかしな結果を及ぼさないということですねそれが安全性ですね。 違う中でこちらが外への影響になります。でところが、あのチャールズペローっていう人がノーマルアクシデントって話をしていて、こうなんかちっちゃな不具合が連鎖的に起こって破滅的な結果に至るっていうのがよくあるということを言ってます。これは彼の本なんですが、で、でそれを当てはめるとソフトウェアって絶対あの バグが完全にないとは言い切れないわけですから、当たり前の事故になぞらえた当たり前の不具合ということですね。なのでリス,リスクがあるということを前提にしたいろんな対策が必要になります。だからそういうのに対して、これアメリカのやはり答申ですが、適用限界が明らかな科学的な方法をちゃんときちっとやって、それでリスクがどの程度に抑えられるかを研究しなければいけないということを言っています。 先から先ほどからいあのそういうことが言ってますとか提言されてますということしかいい僕は言ってないんですが結局できてないということなんですねそこがポイントですから、えー、とソフトウェアのデザインは非常に複雑になってしまうということをまあこれはイギリスの方が言ってますねそれでで実はですね本当になんか難しいのはここなんですね先ほどもちょっと言いましたが正しさってなんだろうということなんですね機械的にわかる正しさもあります。 でも例えば「ヒツネームイズ・ジョン」というのは正しいかどうかって相対的ですね。だから先ほどの V 字型の話にの戻、えっと、とるとそのテスト項目を本当に網羅的に作れるんですかこれ人間が作るわけですから考え落ちがあるわけですね。そういうような正しさっていうのは非常に、えっと、脆弱なものだということもわかります。それでちょっと、えっと、一つ例題なんですが2000年問題というのがありました。これどういうういいのかっていうとあの コンピューターの中で、西暦をどう表現してたかって話なんですね。この頃、一九っていうのは共通ですよね。だから、四桁の数字を使う必要はなくて、メモリーがもったいないから。七と九だけ表しておけばよいってことですね。七と九だけで表現,表現しておいて、で表示するときに、例えば、表示するときに、一九、ゼロ、ゼロっていうのを補ってあげれば、一九、七十九って表示できますよね。 だからあこれでメモリーも、えっと、あのちあの少なくなるし使用メモリーも少ないしまあ結果も、まあ、意,図意図通りの結果も出せるでテスト合格ってやってたわけですねハッピーだったんですがところがこのままいって2000年になると00ですよね二桁が。そうすると同じやり方でやると1900年になっちゃうわけですよね。でこれ何を言ってるかっていうとこの時代には正しかったものがこれを2000年の考えると正し,さじゃな正しくないわけですよね。 正しさも変化しちゃうことがあるわけですね。だからこそ、正しさって何だったかってわかんない。それで、で、これはどうだ、結局どういうご実談だったかというと、まあ、この頃でもそういうことは言われてたんですね。もしかすると問題かもしれない。でも、九十七年ぐらいにやっぱり問題だっていうことになって、それで対策を取り始めました。ここまで対策を取らなかったのは。 こういうプログラムがどのくらいあって、どのくらい修正にコストがかかるかわかんないからやめようって言ってほったらかしといたんですけれども、やっぱり問題だとなると真剣味が増すので、本当にあのプログラムのを探し出して修正してテストしたんですね。で、それがこの時期です。だから3年ぐらいの間に集中的にやった。ほったらかさなければよかったわけですよね。ほいで、しかも2000年になるときに何が起こるかわかんないから、99年の大晦日は？ 日本では20万人以上の方が職場で待機してたそうですねそれで、まあ、何も起こらなかったと言ってあの幸せにお正月を迎えたそうですこれ何かっていうとちょっとしたプログラムの問題ちょっとしたプログラムの都合ですよねでテストもうまくいってましたそういうような問題が社会的なリスクになっちゃったんですねなのでやはりプログラムっていうのはなんかい,いろんなことをやっぱり考えうるだけのことを考えとかないと危ないですね。それから あとそうちょっと最初言わせたかもしれませんけどインダストリー4.0の一つのキーワードは AI なんですね考える向上でも AI って何かっていうと実はプログラムですよねそれでこれもちょっと新聞記事ですけど不備に気が付いたけれども、まあ、ルール上直さなかっただから負けちゃったよ」ってことをおっしゃってましたねでもここで僕はこう思ったんですよ「誰が気が付いたの?」ってそれから「誰が何を直すの?」って思ったんですよね 気が付いたのはこのえっと将棋のプログラムを開発された方ですよね。直すものは何かということで、えっと、AI うんぬんというのはちょっとマスコミ的なあの言葉であってやはりその高 AI の正しさっていうのはじゃプログラムの正しさと同じことかもしれませんね。でもプログラムは正しいということを言えないということになります。なってますね。 それであとはまあこういういこ,、ね、これもダイクスラという方が言ってるんですが、まあ、プログラム検査っていうのはバグがあることはバグを見バグがあればそれを見つけることはできるかもしれないでもバグがないことは言えないとかあとはテストデータが適切でないとバグを見逃すということもありますね。えー、それでもう一つちょっと変な話ですけども、えー、経年変化の話ですね。これは例えばこうバナななんんかかだと目で見てなんか 黒くなってのがわかるわけですが、ソフトウェアは目に見えないシステムでした。目に見えないわけですね。だから不具合かどうかっていうのはなかなか分かれないわけですねで。で、実は初めて動かしてみて、実行してみて初めてわかるわけですね。それがまあ目で見るということと同じことかもしれませんが、もう一つは、えー、これまあ、機械なんかですと、その部品の耐用年数っていうのがありますから、だんだん陳腐化していくわけですね。 でも、えー、バーナもーもだんだんん時間とともに悪くなってきますでもソフトウェアはそうではないですね。えっと、故障そういう意味での故障はしませんけれども何、えっと、かの不具合っていうのは実は最初から入ってたんですね。なので、えっと、系統的な故障再現可能な故障とかっていいます。これがいわゆるバグっていうやつですね。 でも、実は、これも難しくて、プログラソフトウェアを使っていると、だんだん使い勝手が悪くなることがあります。その時には、変え、機能、変えなきゃいけないんですね。だから、その、えっと、メンテするわけですね。そういうような問題もあります。で、そこをちょっと、また例で見たいんですけども。 どのくらいのもの時間間隔なのかってことですね先ほどちょっと大手勘定銀行だと10年ぐらいかかるんじゃないかっていう見積もりをしました10年かけて作ったものをは10年使う最低10年使わないともったいないですよねなので長い期間使うっていうのはまあ常識ですね から長い期間を使うものっていうのは例えば広辞苑なんかですとこんな風にずっと長く使われてますけれどもどん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 中身が変わってるわけですね新しい言葉を入れてそれはソフトウェアで言えば機能を拡充していくわけですねで陳腐化を避けるわけですねそれによって有用な辞書として今でも使えるわけですねそういうようなものですだからまあこれも書き物です、まあ、ソフトウェアのようなもんですね。だから目に見えないもの いうかなそういうものをやはり、えっと、こういうう改定していかなきゃいけないわけですね。それでここにこんな本があるわけなんですけどもなんか2回事故事件を起こした大手環状銀行があるんですがその,環状銀あおおその銀行があるんですがその勘定系はどうもこのぐらい長く使ってたそうです。で2011年にこの本で紹介されている2度目の、えっと、事故が起こったと。 これだけでで数年ですね。それをさっと、えっと、他のものに当てはめてみると例えばマイクロソフトの Windows に当てはめてみるとこのぐらい差があるんですね。この頃っていうと Windows2.0 という僕も見たことのないようなものがこの頃あったそうです。 で2011年っていうと Windows7 ですねなのでこのぐらい大きな、えっとそのまあ、パソコンの世界でも技術発革新があったそれぐらいの長い期間にわたって一つのシステムをメンテしてるわけですねこれはすごいことですよねそういうようなぐらいの長さっていうもの,その長い期間からくる複雑さっていうものもやはり重要な難しさの要素になります。 なので,で保守っていうとその言葉がちょっと後ろ向きなのでソフトウェア発展とかっていう言い方をすることが多いです。それで,で,でリクエイアメントの話で最初に、えっと、そ何を作るかは外側の話だっていうふうに言いました。でも実際にシステム開発をされてる方 から見るとやははりそこは難しいんですねリクワイアメントをどう作るかっていうのが難しくてそこでうまくこう一致取れないみんなのそのコンセンサスが得られないがためにあ、えっとあと開発の途中で変更が加わるそれからリクワイアメントそのものが変化する今の長い期間長期のメンテナンスをやらなきゃいけないことを想像してください。 から先ほどちょっと言いました信頼性は作り込みの話ですけれども安全性は要求の問題ですね最初から転ばぬ先の杖というか最初から安全性のことを考えとかないとまずいわけですね。なので何を作るかっていうところっていうのは実はリスク低減の話とも十分に絡んでおります。 それでこれはよく出される絵ですけれどもはしごを作ってよっていうふうに誰かが頼んだ時に人によって描くもイメージが違ったというものでこれは人間のコミュニケーションの難しさを説明する時のよくある例ですね。まあここではここの表題だけをちょっと記憶に留めておいてください。それで,でマ,イクロマイケル・ジャクソンっていう方がいるんですがこの人はえっとリクワイアメントについて論じてます。 これどういういことかと言いますすここれれがシステムですね。これから作るシステムこれが外側の世界で,外であのそ、えー、必ず外側に対して因果関係を持つわけですからその間にはこうなんか共通部分があるわけですね。で,で彼が言うにはリクワイアメントっていうのは何かっていうとこちら側の世界じゃなくてこちら側の世界の言葉だよって言ってるんですね外側ですねで外側できちっと、えー、それを作りなさいというわけです。 それででこんなものを書いててこれ何かというとなんかある前提条件のもとにこのシステムを作りましたでそのシステムっていうのがこのリクワイメントを満たしますということを模式的に書いてますで重要なのはシステムがリクワイメントを満たすわけではないということですねなんか暗黙の前提条件があってこれドメインというふうに彼は呼んでますけれどもそのもとに作っていると そうするとなんか、えっと、状況が変わってドメインが変わっちゃったドメインの情報が変わったら、えっと、そのシステムは最初に要求されてたリクアメントを果たせなくなるかもしれないっていうことを示唆しているわけですね <laughs>、まあ、そういうようなもんだということです。<laughs> それで,で要求の周りでは今の,今のマイケル・ジャクソンの話のように、えっと、要求を、えー、要求とは何かっていう話でもそれは実は外側の世界のものですよということ。 それからあとは例えばいろんえっと例えばこんなようなえっとソフトウェアの技術も考えてる人がいます。あのここでもポスターのところでいくつかこういうキーワードがあったと思いますけれども自己適応ですね動かした後に外部が変わる D ですね先ほどの D が変わるっていうことを検知して自分自身を変えてしまえとか、まあ、こんなようなことっていうのがソフトウェアの研究の部分では少しずつ出てきてます。それで、 で,で次はちょっと違った話最初のシステムという,うにこうに戻るんですけれどもシステムはあのこういう情報システムコンピューターシステムのようなものとそれからそうじゃない規則のようなものがあるという言い方をしました。これはでも実は進数の体系というのはデシシマルシステムと英語で言うんですねなのでやはり、えっと、英語のニュアンスとしてはシステムですね。で,でこういうような、えっと、システムに共通なものえこう 工業的なシステムというか、ものと、それから、そうでないもの、規則のようなもの、それを、と、一緒に扱おうというような考え方もあります。それがシステムの科学という本が扱ってますね。それから、あとは、え、まあ、えっと、こういうような、えっと、ものづくりというよりは、システムそのものに着目しようという。システムづくりというふうに書いてきましたけど、まあ、そういうことも重要だよということを言ってる人がいます。 なぜこの話を出したかっていうと、実はソフトウェアのシステムっていうのは、えっとプログラムです。プログラミングというのは人がやります。人が決め,決めた規則の集まりです。だから大規模化複雑化しやすいんですね。なので、ソフトウェアシステムっていうのをも,もうちょっとこうこういったものの中で位置づけするのも重要かなという気がします。 それでシステムの実はシステム工学というような分野で重要なドメインが宇宙ロケットですね宇宙ロケットで宇宙ロケットの場合はとにかくこれ一度打ち上げるとその失敗をすると大変なコストがかかります実際にこれはアリアン5というあの欧州のロケットの打ち上げの話なんですがこれ実は失敗したんですね打ち上げに失敗しました。 であのこれ無人ロケットなんですけれども途中で軌道を恐れてで自爆したんですねでその時の費用が約400億円が飛んだというもんです、まあ、そのぐらいの話ですので安全性に関する関心は非常に高いです。でなるべくそのえ、まあ、きちっと分析して外側を分析してそれで予測性の良い解決策を選ぶと。もう一つは ポイントは失敗は必ず起こると同じ失敗は繰り返されるああ,ある原因失敗の原因はあったとするとそれはまやはり同じ失敗をえっと引き起こすで成功したのは偶然だよっていうふうに言ってます宇宙ロケットってまさにそこらしいですねこれ例えばちょっと気象状況が変わっちゃうと気象状況っていうのは制御できませんたまたま晴れの日に打ち上げるとうまくいくかもしれないけれどもあ風の強い日に打ち上げると失敗するかもしれないわけですよね。 から天気が良かったっていうのも一つの偶然ですよねまあ、そういうようなもんですで、この事故っていうのは面白くて実はアリアンフォーっていう一世代前のロケットで成功したうまくいったプログラムを流用したんですねそれを流用したつまりうまくいったものですねうまくいったものを使ったら失敗しちゃったって例なんですね れはえっと、原因はあのなんですけどもアリアン4のプログラムっていうのは割とこの小規模なもので、えっと、はあのプログラムで扱わなきゃいけない数字の桁数が小さかった。でもアリアン5は性能が良くなったので、えっと、桁数を多く扱わなきゃいけなかった。 ところがアリアン4のプログラムを使ったためにオーバーフローしてしまってオーバーフローの障害がこ例外が起こってゼロになってしまってでゼロという値が来たのでどっかのソフトウェアが異常検知してであの外側のつまり人が住んでるところに被害を及ぼさないために自爆したんですねそういう話でしただからこのロケットにとっての安全性の解決策は自爆だったんですねそういうもんですねそれで、えっと、コネクティビティィビ 話、これまた、ちょっと、ちょっと、話が若干違うかもしれませんけれども。これは実は1969年の地下鉄なんですね。で、えっと、この辺が三田線で、あの、今の神保町につながってないんですね。で、これが今です。で、こん、え、そうすると、すごく便利ですね。 でも最近よく地下鉄あの朝のラッシュの時に待ってるとあのよく乱れるんですねそれもなんかこちらの方の神奈川県の方でちょっとあの遅れが生じたから、えっと、僕が三田線に乗るんですけども、まあ、そっちの方に影響くるわけですねつまり運行のコネクティビティつながることによって便利になったけれどもちょっとした乱れが影響範囲が大きいわけですねコネクティビティって便利だけどもしかすると危ないのかもしれませんね。 これで、そういうようなことに警鐘を鳴らす言葉として、過剰結合っていう話があります。で、これ普通に、えっと、結合しすぎですね。それによって、何か変なことが起こるということです。まあ、これ概念的な話ではなくて、それの具体例っていうのが、えー、あるというのが面白い話ですね。これはニューヨーク株式取引で起こったもんなんですけれども。これは、えっと、株、株の取引数で。 青い方が株価なんですね。ここが約30分のスケールです。これ短い間に瞬間瞬時に暴落してるんですね。なのでフラッシュクラッシュ瞬間暴落っていうふうに言います。でこれはどうも原因これ原因レポートなんですけれどもそれを見ると高速取引プログラムが連鎖反応を起こしたと株価下がってきたので自分も売らなきゃいけない。みんなが売り始めるともっと下がるわけですよね。そういう動きをしたっていうことです。で面白いのは面白いっていうか。 僕が知る限りこういったプログラムにバグはなかったということなんですねつまりバグのないプログラムがたくさん動いて、えっと、社会的なリスクが生じているわけですねそういう問題ですねこれには後日案があってあの5月9日につい最近ですけどもあのこのえっと最初に原因をこれを引き起こした原因となった人が捕まったんですね。 でこれはだから先ほども言いました、えー、これはどうも、えっと、あの専門の人ではなくてあの民一般の方らしいんです一般投資家らしいんですが一般投資家がバグのないプログラムを作って使ってこういうことが起こせちゃったってことですねだからまた起こるんじゃないかっていうふうな話もここには書いてあります。えー、これれはででででもももかなり厳しい問題すすね、はい、それでもうあととちょっとですけども それでですね、でインダストリー4.08ことちもう一回眺めてみますと,、えーえーとまあ、この一応世の中で言われていることは、まあ、生産の全体最適化ですということですね。その時のえっ、ー、と技その時の技術の、えー、と裏にある技術はコネクティビティ物事がつながるネットワークされた CPS これの具体的な応用例であるという言い方ができます。でも、 ソフトウェアそのものもあれだしコネクティビティのようなものが入ってくるとさらに複雑ですそういうもののディペンダビリティやリスク低減の技術っていうのがどうなってるかっていうのはちょっと心配なところが多いです。でまあ常識的に考えて絶対的なディペンダビリティの技術ってありませんからそうすると何をやんなきゃいけないかっていうとどうやって技術の方はここまで。 それを使うううう側ととととしてどうやるかっていいいいここも考えななきゃいけないいうことですよね、まあ、それが予防の規制を十分にかつ適切に設計配置動員せよという、まあ、これがチャールズ・ペローが言ってることですけども、まあ、そういうふうに考えなきゃいけないと技術の,、まああのまあ、繰り返しになりますけれども新しい技術低減の技術が出遅れますのでこういうようなものと合わせて物事を考えてイノベーションに進まなきゃいけないと。 からこ,れをこれを第三次経済革命の例として見るとこれはグローバルなビジネススエコシステムのベースにななると言われておりますなので小川先生がおっしゃるような考え方っていうのが重要になってくるというふうに思います。今のところドイツの方でこれを熱心にやろうとしているいくつかの会社の人はこれを考えているかもしれませんがそれ以外の人っていうのはここまであまり気が付いてないというような話も聞いてます。 それからのの時のポイントはやはやり制度設計なんですね。だからどうやってつまりその新しい形の独占かもしれませんよね昔のような独占知財,知財だけを独占するではないし知財と特許あるいはそれ以外のものさまざまなものを組み合わせて、えー、あの制度あのこのクローズオープンクローズをやっていくとまあ強化と緩和の歴史の話と絡みます、えー。それでであと2枚ぐらいですが、 そうすると二つのソフトウェア工学って言っても実は二つあるんじゃないかなって気がするんですね。最初の方がこれ従来からのものです。コンピューティングの科学に基礎を置く、えっと、プログラム作りのためのエンジニアリング。それで開発生産性とか高い信頼性の達成っていうのが目的。 でも例えばインダストリー4.0とかソフトウェアによるイノベーションということを考えるあるいは要求要求をどうやって作るんですかあるいはコネクティビティのあるときにどうするんですかっていうようなことを考えるとどうもこちら側では対応できません。なのでエンジニアリング・フォー・ソフトウェア・イネイブリング・システムっていうか、まあ、こういうような考え見方でソフトウェアそのものをもう一度見直すことも必要かなというふうに思ってます。 でもこちら側は多分技術屋さんというかいわゆる理科系の人だけでは対応できなくて分離融合の分野になるような気がしてます。 それで次が最後ですけれどもなので私たちの活動なんですが私のところでやってるもの活動ですけれども、まあ、一応この 2,、えー、2つといった手前2つの視点で、まあ、少しずつやってますよという宣伝ですねでこちらについてはあのポスター2回でやってますけれども「ソフトウェア抽象のエンジニアリング」というタイトルでやってるものがあります。これは数理数理論理的な手法をソフトウェアの信頼性 のえに役立てよようううというような研究ですでもう一つはあのエンジニアリング4の方ですがこちらはあの、えっと、経済関係経済学の方の先生野川先生という方たちと一緒に、まあ、こういうようなこれ仮唱ですけれども研究会を作ってそれで分離融合でちょっとみんなでインダストリー4.0を具体的な事例としながらもう少し広い範囲を考えようというふうに思っております。以上ですはいどうも